はい、こんにちは。こんにちは。毎日夕方5時から更新しております。今日のアプリのコーナーです。はい。今日はポールダンドブリー。ポールダンドブリー。はい、いいですか。はい。ごめんなさい。今日は。トカネーチャーです。イエーイ。イエーイ。トカネーチャー。はい。あの。姉ちゃん。トカ姉ちゃんじゃない。兄ちゃんいません。トカ姉ちゃん。違う。トカネイチャーですね。はい。トカ姉ちゃん。トカ姉ちゃん。はい、トカといえば私とブリちゃんがめっちゃいっぱいやってきた。そしてポール氏、今日パーカーほら。じゃじゃん。はい。トカボカさん。トカシリーズの、はい、ね、作ってる人たちからいただいたトカパーカー。トカトレーナー。はい。うん、そして今日これはどんなアプリだ。これはですね、気になる、公園、箱庭を作るゲームなんですよ。じゃあ早速やってみましょう。はい、今 BGM ね、私しか今チェックしてないですけど、うん、めっちゃいいね。そう、めっちゃいい。で、はい、あ、すげえ。これね、フィールドが出てきましたね。で、ここでね、こうやって自分で地形を作って箱庭をね、でなんかもう作れるゲームなんですよ。そうで、今山作ってるんだけど、山がね、だんだん高くなってくるとね、ほら雪が積もってきた。雪か。あー、綺麗。絵がすごい綺麗なんですけど。で、次ですね。次、じゃあ次、はい、お池を作ります。お池ね。お池です。お池ね。お堀、お池。魚、魚来たよ。そう、魚がね、いろいろ。左上に黒いの飛んでる。なんか走ってますね。はい、動物が。あ、じゃあ次、はね、木を植えましょう。おお、植林。植林。木を植えます。植林、自然がね。いろんな木があるのね。そうなんですよ。あ、いろんな木がある。楽しそう。そう、この木何の木。あ、鳥がピューピュー言ってる。なんか癒しやな、これ。そう、癒される。で、はい、まあ、大体できてきましたね。きました。結構ざっくりな。これポール、ポールアイランド、うん、ポールワールド、ポールワールド。あのね、こっちの方が寂しい。住めるとこがないみたいな。山と池と森。ここ居住区、ここ居住区。あ、居住区ここ、ね、ここ、そう、オアシス。あ、オアシス。生活の、生活用水がたまる。え、これさっき、うん、あの触ったところ盛り上がってたじゃないですか。はいはいはい。今触ったらへこんだのは。確かに。これね、下のボタンで操作を変えて。なるほど。これ山モードにすると一個山ができるっていう感じ。山モードね。はい。掘るのはその山をこう削りたい場合は？削りたい場合はこのあ、水、池やけど、はい、削る意味でもあるんだ。そうなんです、そうなんです。あ、なるほどね。で、木はこの斧でバッサバッサ、あれ、バッサバッサ。あ、なるほど。そう。なるほど。森林伐採。はい、森林伐採。で、これだけじゃないんですよ。え、何ね、何かあるんですか？こうやって。え、何？ウィーンってやっていくと、え、じゃじゃん、すごい、箱庭の中に入れる。すげえ。ほら、鳥がいる。あ、飛んでた。飛んでた。じゃあちょっと池の方行きましょうか。池の方行きましょう。池の方にはね、あ、鹿溺れてる。泳いでる。じゃあ泳いでる。これ泳いでるのか。本当に泳いでる。足の動きが本当に泳いでる。すごい。あれ、鹿って泳ぐんだっけ。いいんですよ、ゲームだからいいんです。で、魚をね、こうやってタップしたら釣れるんです。え、すげえ。ジョン、今のにびっくりした。あ、箱庭に入るモードだと下のメニューが変わってる。そうなんです。確かに、本当だ、ね、キノコとかある。あ、あ、魚くれって食べたいって言ってる。どうやってあげる。あげましょう。こうやってピョン。あげれるんかいな。すげえ。あ、食った。食べた。食べたー。すげえ。お、近い。ウィー。カメラだからな。こっちはカメラだから。そう、こっちはカメラだから安心。ウィー。お、魚を食べてますね。食べてないね。あ、食べた。近い。近い。すごい近いよ。じゃあちょっと山のね、下降りましょうね。降りましょう。あ、木の実発見。あ、なくなってる。あ、木の実発見。それも採集できるんだ。そうなんです。すげえ。で、採集したら餌として使える。あ、なるほど。え、それは誰が食べるんですか？これはね、なんか、森の動物たち。そう、森の動物たち。森の動物たちあんまりいませんね。今日静かだね。今日静かですね。ポールの森。ポールはあんま人気ないのかな。人気ないの。ちょっと絶滅。ちょっとリアルとシンクロしてるとか言わないで。それ言ってない。多分ね、木をね、もうちょっと植えたら出てくるんで、木を植えてみますか。
またキーモードにして、今度はあ、V ちゃんワールド作って、あ、 V ちゃんワールドやる、あ、やります。じゃあ席チェンジ、ちょっと席チェンジ、チェンジ、遠いですね、あ、前行きます、よいしょよいしょ。じゃあちょっとこれ人によってこの作る音楽、うん、え、これどうやってポールワールドあの、うん、はあの破壊したいの、この世から消滅させればいいんですかどう、あ、こっからやれっていうことですね。そうそう、なるほどね、これ山でほう、なるほど、これここ押してクリアってできないの、こっちをしたら、あ、なんかホームに戻った、ホームに戻りましたね、これでもしかしたら、あ、まだ続いてた、よかったのことだやだ、私あの消すつもりだから、全部ポール氏の世界を作り直す、ポール氏の世界を、一番失った動物たちが消えていった確かに、もう全部、あ、でも動物は消えないよ、え、多分ね、いなくなっちゃう、あ、いなくなっちゃう、いなくなっちゃう、いなくなっちゃう、あ、いなくなっちゃう、いなくなっちゃう、いなくなっちゃう、私どうしようかな、これ、あー、ドーナツ山が全部、ドーナツ山がねこうやって埋めるんだこうやって埋められるんだ、水が枯れていく、すげーすごい、あ、なるほどね、でも結局ドーナツになっちゃうな、これ、おお、真っ白にしよう、真ん中に山を作るスタイル、もうね、全部あの雪山にしてやろう、斬新だね、いいね、いい色、なんか素敵な色、いいね、デコレーションケーキみたい、確かに、木をケーキの上のろうそくみたいに出んのかな、確かに、それ、マリ先生メール編、女子力だけ、言い方がメール編全然メール編じゃねえ言い方、こういう感じ、おー、すげえ雑なんだけど性格が出ます、ね、性格出るとか言わない性格出るとか言わない、はいはい、で水も、水ね、ほら飲み水、あ、飲み水、周りはもう海、そうです、海です、ここ掘ってきますから、さっきのポールのね世界は池やったけど、確かに堀ですね、うん、堀だね、うん、堀大根、堀大根ですよ、堀大根スタイル、堀大根スタイルですよ、何を言ってるんですかこれ地球儀を回すとね回転できるんですね、うん、そうそうそう、え、なかなかいいんじゃないこれ、ほら、あ、そう、なんかかわいそう、動物たちが、はい、できました、私の、私のほら、いいでしょ、え、雑ちょっとあれあれ雑だったかな、近づきましょう、近づきましょう、あ、近づきましょうか、うん、これでどうやって、どうやって近づくんだ、どうやって近づく、あ、これ、これで OK、 おお、来た来た来た、え、うさぎさん、うさぎさんから、うさぎさん、ほらほら、ここ戸惑ってる、みんな、みんな戸惑ってるよ、なに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 、生き物に厳しい魚に行きたいけど、魚、魚、あ、いけ、傾斜が急だから、見えないんだ、餌取りに行けないんだ、ごめんなさい、ごめんなさい、しかもみんな、山は寒いっていうね、確かに、確かに動きがさっきより、さっきよりも冬眠の季節ですよ、こんなの、あ、これ投げられるんだね、こうやって、これ食べ、ほら、お食べ、ほら、そっち行ったかい、そっち行ったかい、あ、食べてる食べてる、え、これ面白い、これ面白いですよ、あ、うさぎ、でもさっきのポールの世界よりは動物いっぱいいる、ほら、いろんなね、動物、もう動物にも好かれちゃうって、もう性格が出てますよ適当、もう全体的に適当、あ、いいいいいい、あ、楽しい、あ、新しい木の実、確かに、あの雪山と普通の山だと多分なんか ねなるものが違うときの、すげー傾斜が怖いわ、これ怖い動物も怯えるわ、死の山じゃないですかやめなさい、死じゃないよ、動物で溢れてるから、愛情でね、楽しい、まみり先生作ります、じゃあ今度これ作りたいけど、うん、これをなんていうの、回収するの大変そう、私もさっき大変だ雑になっちゃった、あ、なるほどね、え、これはアプリを再起動したりしたら、うん、再起動したらね、あの、さらに戻ります、まっさらに最初の状態に戻る、大丈夫、うん、さあ作ろう、はい、まみる先生ワールド、まみるワールド、まみるワールド、トントンワールド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 、ちょっと木、あ、もう全部まっさらにとかはね、やっぱ自分たちでなんか作るみたいなゲームがね、うん、いっぱいやって楽しいですよね、うん、え、結構いい、植えますね、すげえ、
植えますね。平地派。山がない、動物に優しい。移動しやすいから、すごく。違う違う、木だって、うん、木植えまくったらどんぐらい、どんぐらい。これすごい密集してて、すごい。やばい、ちょっと気持ち悪い。アスコラ感。やめて、ダメダメダメ。早くなっちゃう、早くなっちゃう。やめた、やめた、やめたよ。いや、木を植えてからの、うん、こう削っていくパターンにしよう。あ、なるほど。あ、そう、芸術家的な、なんかすごいなんかセンスを感じますね。なるほどね。へえー、あ、川だ。あ、川だ。浅めの川だ。BGM がね。え、木があっても川作れんの？あ、木がね、なくなっていく。なるほどね。いろいろ実験的な感じなの。私は神だ的なあれですね。私は神だ感がね、うんうん、私は神だ、神だ、神だ、ムム。楽天カード予約しましたか、ムム。違います。ありがとうございます。イエー、すげー、すごいね、今そんな腕だ、ね、そう、私もう今の速さには自分でもびっくりした。すごい対応がすごかったと思うわ、自分を褒めてあげたい今は。あ、そう、綺麗。こんな、ついてますね。すごい。あ、逆に木を、木の種類を抑えるスタイル。あ、抑えるスタイルね。なるほどね。引き算の、引き算の考えね。ね、おしゃれは引き算。おしゃれ。おしゃれは引き算。おしゃれ引き算だから大事ですから、ね。シティボーイ。僕の言葉じゃないから、それ。シティボーイって。何を言う？何を言う？誰の言葉？あ、植えてます、植えてますよ。動物結構いそう。なんかでも、わからなくなってきた。わからなくなってきた。世界入ろう。はい、入りました。え、出て入んのこれ。タップ。これタップ。なんかおー。おー、来た。あ、鹿が。鹿、鹿がいる。今日は溺れてない。溺れてない。食べてるキノコ。あ、ほんとだ。うん。これめっちゃ綺麗。あ、ウサギもいる、ウサギもいる。ウサギ、右の方にウサギいましたよ。あ、消えた。これ、方向転換。あ、地球儀でね、方向転換。ああ、そうなんだ。それ気づかなかった、全く。お、おー、走ってる。どんぐり食べたい。どんぐり食べたい。うさぎめっちゃ可愛い。うさぎめっちゃ可愛い。あの、なんかブサカオみたいな感じが可愛い。すごい、すごいいい。確かに。そう、ブサカオ。ほら、顔が、顔がなんかすごい素朴な顔してますから。あ、どんぐり発見。あ、こいつに食べられた。え、なんか足跡ある。足跡ある。足跡ある。怖くね？怖くね？でかくね、ビッグフット、ビッグフットユーマン。雪男、雪男、雪男。あ、うちのね、土地ではどんぐりがたくさん取れますね。あ、いいですね。今年はね、今年は、今年は豊作です。あれ、今ウサギ死んでなかった？やめなさい。え、やめなさい。なんかね、埋もれてた気がする。そうでしょ。あ、ほらほら、あれ、弱ってる、寝てる。ちょっとポールし、不謹慎ですよ。寝るんだね。あ、起きた、起きた。え、え、なになに、お、食べてる、食べてる。お、すげえ元気、すげえ元気。あ、これ掘ってる、掘ってる。なんかこれ上げるの難しいね。あ、こういうことか。投げるっぽいですね。なるほど、投げる、フリックする感じで。うん、なるほど。あ、手前では、あー、あー、寝た、かわいい。ほら、食べな。あ、ほら、これも食べな。雑食。しか、生魚食うんかな。食べないね。あの魚食うんかな。食べないね。あ、ウサギも来た。いい絵、いい絵、いい、ね、なんかかわいい、かわいい、かわいい。食いなっせ、食いなっせ、食いなっせ、なんと食いなっせ。言っちゃった、言っちゃった。さあ、この子たちには餌をもう十分あげたので、はい、なるほど。ははー、すごいね、これ。楽しいですね。楽しいですよね。ほら、もう16分も遊んじゃった。やべ、今日のアプリで16分も。怒られますね。あ、でも山の上からさ、あ、いい景色、いい、いい、相当、あー、あー、誰ですか。はい、そんな感じで、そうですね、トカネイチャー、トカネイチャー。いやいや、あなた締めるでしょ。あなた締める役だから、ここ。はい、こうやってね、はい、あの、自分でいろいろ箱庭を作って、うん、あの、遊べるゲームなので、うん、はい、ぜひね、皆さんも自分の思い通りのお庭を作ってみてください。はい、うん、ということで、はい、以上ですかね、はい、この
トカネイチャーのネイチャー、はい、の、遊び方とかはアップバンクの記事に書いてありますので、はい、概要欄のリンクからぜひお願いします、はい、あとコメントもお待ちしております、はい、今回のプレゼントはビリンビリンバンブータッチペン、ボールペン付き、そうボールペン付き、やばい、タッチペンとボールペンが付いてるバンブー、人気のあの有名なメーカーさんのタッチペンでございます。激アツ。激アツです。コメントいただいた方の中から1名様にプレゼントいたしますので、はい、ぜひコメントください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、写真撮るといいシーン。あ、いい写真、いい写真。写真機能があったんだね。あ、そうですね。なるほど。そんなわけで、はい、今日のアプリでした。うん。ではまた明日。さよなら。さよなら。さよなら。ご視聴ありがとうございました。毎日夕方5時の更新。今日のアプリ、今日のアクセサリー動画は、アップバンクでも同時に記事が上がっています。ぜひ合わせてご覧ください。さらにアップバンクの記事では、下にコメントがあります。そのコメントをしていただくと毎日一人素敵なグッズが当たるかもしれません。要チェックです。ではまた明日の夕方5時にお会いしましょう。引き続きアップバンクをよろしくお願いします。バイバイ。